シーウィンドは、ハワイ出身のフュージョンバンド。ボーリン・ウィルソンのボーカルに、ジェリー・ヘイ、キム・ハッチクロフト、ラリー・ウィリアムズらによる、シーウィンド・ホーンズが、特徴的なバンド。ブラスタイのゲイリー・グラントやビル・ライヒ・エンバッハは、ゲスト区分であるが、揃って高い評価を受けている。彼らは現在でも、数多くのアーティストから重宝される。 1970年代初めより、オックスの名で活動し、1976年1月に、シー・ウィンドの名前に変え、本格的に活動を始める。メンバーは、ハワイ出身のボブとポーリンのウィルソン夫妻を中心に、ラリー・ウィリアムズ、ジェリー・ヘイ、キム・ハッチクロフト、バド・ヌアニス、ケン・ワイルド。ハワイにて、ドラマーのハービー・メイソンより見出され、彼のプロデュースで、 1976年に CTI レコードよりセルフタイトルにてアルバムデビュー。翌1977年発表のアルバム太陽の伝説はメイソンとボブワーツによるプロデュース。ボズ・スキャッグスやジョージ・ベンソンとツアーし、1978年には単独で来日公演をしている。1979年にトミー・リピューマのプロデュースで、 ホライズンレコードよりアルバムライト・ザ・ライトを発表。1980年にキーボーディストのジョージ・デュークをプロデューサーに招いたアルバム海鳥を発表。平和、ゲストとして参加している。翌1981年にウィルソン夫妻の名義でアルバムサムバディ・ラブズ・ユーを作成、シー・ウィンドのメンバーが参加している。 このアルバムを最後に活動を停止、後に二人が離婚したとの情報も流れる。なお1982年になり、ポーリンを除くメンバーが集まり、日本の女性ボーカリストであるマリーンをバックアップする形でアルバムサマーナイトを発表している。活動停止後も、ジェリー兵は彼らを率いて多くのセッション数をこなしていき、現在は 業界随一の実績と人気を誇る。ラリー・ウィリアムズも、兵のブラス隊に加わることもあるが、アレンジャーとして、ソロ活動してもいる。1995年に、リメンバーというアルバムを出しているが、CTI 期の楽曲のコンピレーションとなっている。未発表曲を収録。2002年に、日本にて、ポーリン・ウィルソンとラリー・ウィリアムズのライブが行われ、 これをきっかけとして2005年3月にロサンゼルスで一回限りの復活ライブを行う。ジェリー兵は闘病中だったため参加せず、代わりにラリーホールが参加。同年のうちにファンからの後押しを受け、公式サイトにて再結成すると発表。2009年に待望のアルバムリユニオンを発表した。国内版はソニーミュージックエンタテインメントのビレッジより4月に、 先行して発売された。このアルバムにもジェリーは参加していない。当初は、アルジャローや、ジョージ・ベンソンをゲストに呼ぶとアナウンスされていたが、アルのみのゲスト参加で、ジョージは参加していない。同時期に、CTI からリリースされていたアルバム2枚もビレッジレコードより、リーシューコンピレーションアルバム、リメンバーからの未発表曲も収録されている。 なお3枚ともブルースペック仕様の紙ジャケットで発売された。ありがとうございます。